なんかさ、やっぱコラボって楽しいし大事だね。うん。楽しかったへ。なんで引っ越すの？キッチンが狭いかな。引っ越したい。ただキッチン広いところってなると 2DK とか広い家がヒットしちゃう。部屋なんていいの、何個もいらない。 1DK で十分。そんな使わないし部屋なんて。え、機長さん買ったマンスリー？マジですごいね。機長さんイキリス、イキリスト誕生日次のイキリストに買ったんだ。機長さんおめでとう。私機長さんのこと振り返って機長さんがこんなにすごい人間になると思わなかった。私あの機長さんってバカにされてた時あったからね。あの山田くんみたいな感じで、まだあのツイキャスからふわっちデビューしてさ。そう、あったあった。なんかこういろんな人にこうなんかこう私にもコラボしてくださいって言われて、はあ何貴重ってみたいな、するわけねえだろとか言って、や山田くんみたいな時あったんだって。だから貴重さんがあんな風になるとは思いませんでした。あ、そうなんだ。だからさ、向き不向きがあるよね、サイト。あのだからふわっちが向いてたってことでしょ。だくるちゃんの徒歩配信、山手線もなんか機長さんがね、あの一緒に歩いて、そこでこう流し入れたかな。でその時も「クルーちゃんほんと誰でも、ね、コラボしてあげて優しいね」とか言って、ほんとそんな感じだったんだよ機長さん、うん、イギリスとめっちゃ合格してた。 どんな感じに、うん、クルーちゃん誰でもこう優しいよね。泣いてたんだ。でもそういうこと、なんかこう応援して泣いてたの。勝てると思ってたってこと、うん、ちょっとやめろ、ぐちゃぐちゃ攻撃を終えようよ、やめろ。悔しかったんだ。だからイキリストくんで一匹狼じゃん。やっぱね、どこの世界もやっぱりこうやっぱ一匹狼はね通用しないよね。敵を作りすぎたイキリストくんは。そこじゃない？じゃあ負けちゃったのって多分。イキリスト君こうみんなにこう暴露とかさなんかやるじゃん。配信者には嫌われてるじゃん、うん、あと仲良くてもすぐ裏切るからね、うん、ありがとうどんぐり。
だからマイもみんなと仲良くしたいんだけど、女配信者はさみんななんか一人が多いよね。あ、たくあん食べよう。悪口言うか言わないか。キャリーちゃん明日洗い物してくんないかな。キャリーちゃん明日起きたら大好きです。ありがとう。女同士って足引っ張り合うやつ。足引っ張り合うとは。あ、もうこれ全部食べちゃおうかな、やっぱ。でも多い。私遅いもん、今日寝るの遅い、うん、何時に寝るかな。これまゆちゃんが作ったたくあん、うん、1枚残してた。たくあん干さない。たくあんはなんかこう日にちさつとさ、ブヨブヨするじゃん、こう柔らかくなって。そしたらそれがたくあん作り時だけど、みんなこうブヨブヨさせるためにわざと干してんの。私はあの純粋にこう腐ってんの、冷蔵庫の中で。でも逆にそれが美味しい、美味しいから捨てちゃわないで。それがたくあんの作り時だから。どうやって作るの、まあ、カットしてさ、塩でもみもみして1日放置して、お水出たらお酢と砂糖を入れて、あ、塩水抜いてね、お砂糖とお酢をもみもみして1日置いて。簡単ですね、とっても、うん、美味しいし、うん、二重は石灰とマイブどっちがおすすめ。まあ私は埋没したことがあって、流行りがあるから。ありがとうピノチオ肉。でもすごい大きな二重ね、こういうのが流行って、これやっぱ変だなって思ってやめて。でもそれは切開しなくてよかったじゃん。うん、で私今別に自分の自前、これ自分の自前の二重なんだけど、まあ狭い、まあ、若干狭い二重でも別に何だろう、こういう自然ナッツが狭い二重にしたいとかだったら切開してもいいんじゃない。うん、あれは流行りだったね、流行り。うん、私切開してない。小悪魔アゲハが流行ってさ。どんぐりありがとう。みんなナイスも嬉しいです。今月から頑張るんで。
ありがとう。タリーちゃん何時に起きんだろう。まあでも適当に好きなだけ寝てたら、私、あ、ナイス忘れてた。お願いします。次こと、よしえさんと姉さんに勝ちたいね。タレミはずっと流行ってるっつうか、ないものねだりじゃない。私猫目だから、タレミにしようかなって思ってやったけど、絶対にこれは元に戻った。キモい55号さん、あれ結構トラウマなんだけど、あの動画、あの写真、タラミ世界この前3ヶ月前やったよ。バファリンさん再来週会うんですけど、アキコママの店で大丈夫かな。タレミは別にもうやらない。なんか、あ、なんかタレミってこんな感じなんだなって思って、あ、別にやんなくてもいいなって。まあ粘膜なんて元に戻るから、なんか私ナチュラルにしてくださいって言って、こんぐらいにしてもらったのダウンタイム中でも、もう これぐらいのダウンタイムになんないと、もうあの後戻りしちゃう。こんなすごい下げてる人でも元に戻っちゃう人もいるし、やっぱ粘膜系は内側はね戻るね。いや、バファリンさんは私知らなかった、バファリンさんのことよく。そう、粘膜から切開して、こっから糸をこうやってピロピローって流して、その時の写真、あれいつだ、私さマジでさ鼻の形変わったような気がする。これやりたてなんだけどさ、綺麗じゃない？あ、でもこの時もちょっと魔女かもしれないけど、なんかさ、なんか鼻デブったよな。これやりたて、鼻ツンってなってたね、この時。うん、これやりたてですね、やりたての方が気に入ってた私はね。これやりたて、いや戻ったんじゃなくて、なんか腫れてるらしい。でやりたての顔さ、山田にめっちゃ似てない？カラッとつんだけどさ、山田にめっちゃ似てない？これ山田と、似てるよね。この時前髪がない、似すぎやめろ似すぎやめろ、あー大変だった。え、マズラダにかぶせてイベント出んなよ、秘密の、あ、
ねえねえ、ちょっと待って、なんかイベントアイテムがさ、あ、イベントアイテムじゃないわ、この課金アイテム、あの秘密って出たんだけど初めて見たわ。イベントアイテムが、あ、イベントアイテムじゃない、有料アイテムが、あの匿名、完全匿名機能になったらしいね。完全匿名、誰か分かんなかったから今、うん、秘密のプレゼン出たから、あ、これかって。完全匿名、なるほど、こうやってつける、なるほどね。なんかさ、例えばファンタスティックとか投げてさ、完全匿名ってさ、それってなんか絶対なんかプラスになんないじゃん。だけどこういう、まあ盛り上げ猫ちゃんとかさ、あとはハートとかさ、そういうのでこうコメント一番上にこう止まってこう文句言えるとかね、うん、なるほど、こういう時に使うのかな。うん、だって確かにメリットないよなって思った。花火とか投げて誰ってなって終わるだけでさ、こういうことでしか使えなくね。これってなあんまプラスじゃないと思うんだけどね。ね、これ見てよ、これ前回経験をした時にね、抜歯の糸が取れ忘れちゃって膿が出てました。これ膿が出てた、これ目から、これ取り忘れでね、放置してて気づかなくって、なんか目ゴロゴロすんなって思ってひんむいたら膿が出てた。糸はちゃんとね、ちゃんとした日にちに取らないと。取ってもらったよ、一瞬でピッて取ってもらった。懐かしいな。これ垂れ目、これ垂れ目、この糸、これ糸を出しながらずっと徘徊してた。これね、抜歯が痛かったね。抜歯が、そう、片目だけした、目頭切開ね。抜歯がね、本当にしんどかったね。これ見て、鼻が曲がってない？鼻が。こうやって見ると、ああマジでやってよかったなーって。もう明らかに曲がってるもんね、光の加減で。そう。でもみんなさ、いやもうやんなくていいよとか言ってたけど、マジでまっすぐになったのはでかい。うん、曲がってた。ひどいね。うん、曲がってるわ。これ太いし。猫ちゃんありがとう。よくこれで出れたよね。ありがとう猫ちゃん。ちょっと荒らさないで、匿名さん、ね、完全匿名で荒らしてる。完全匿名で荒らさないでよ。
かしいですね。ありがとう。曲げたクリニックで修正してもらえばよかったのにって、そんなのもう信用できないよ、失敗したところでさ、うん、ねえ、そんなの。どんぐりありがとね。怖かったの、私が鼻曲げられた病院揉めたんだよ。しかも揉めた相手って日本人だからね、日本人、うん、あ、豚ちゃんありがとうございます。え、か完全匿名さん、ニコ2倍豚ちゃんナイス、誰なんですか完全匿名さん、ありがとうございます。誰？ありがとう。うん。あのして、いや全然嬉しいです。ありがとう。ゲンさんにかぶせたけど、勝たせていただきます。今回もゲンさんに勝つぞ。まあ、元さんとどんぐらいの差は、なんで揉めたかっていうと、なんかね、予約、まあ手術するよ時間に遅れちゃったの、20分ぐらいね。そしたらなんかお金5万円くださいって言われて、でもそんなの規約に載ってないっつうか、遅刻したら5万円ねっていうのは聞いてない。待って、20分じゃない、5分かな、5分とか10分とかの世界で10万って言われたんだ最初。10万円くださいって言われて、いや無理ですって、じゃあ5万円でって言われたのと、あとまあそれで5万円取られたのと、起きたらお金も払ったんだけど、マキさん起きてください、5万円ですって言われて、え、私起きてさ、あの麻酔でフラフラで、本当にあ、もうあんまないじゃん、なんかこうなんかね、おかしい、なんかこう麻酔した後ってふわふわしてて、自分でも何言ってるか分かんないし、その時にマキさんまた5万円ですって言われて、なんでですかって言ったら、なんかあなたの鼻先になんだか、なんかね入れられたんだよ鼻先に、なんか、あ、そうだ、外人の軟骨を入れられたの、あの急遽なんかオペ中に鼻を開いたら、あのその外人の軟骨を入れた方がいいと、あの医師が判断したため入れました。それも、まあ、15万円のところを5万円でとか言って、え、私そんなの求めてないって言ったの、え、入れてなんて言ってないの、怖いなって思った。で揉めてそこでね、で確かにじゃあマキさん一緒に規約を見ましょうってなって、で見たらなんか医師の判断で何かをすることがありますっていうのはあったので、それにサインしちゃってたんだけど、でも金額は OK 何円ですっていうのは入ってなかったんだよね。でもいや、あなたは寝てる時に医師の判断でする可能性があるっていうところにあなたはサインしてますって、
もう大嫌いだねそこは、うん、で揉めた人日本人だね。もう二度とそこでやりたくない。その軟骨除去したよ。ずれてたらしいよ。あの病院で見てもらって、その軟骨がずれてたんだって。だから鼻が曲がってたように見えた。なんかあれさ、私なんか曲がってたのはそのアメリカ人の軟骨だったの。うん、病院公開しない訴えられるから。私ちょっともう頭きちゃって、あのじゃあこれ全て発信させていただきますねって言ったら、あいいですけど、なんかそういうことするんだのであれば法的な処置を取らせていただきますとか言って、なんかすごく怖かったよ。だからじゃあもういいでしょ、じゃあいや待ってください、あなたのアカウント名教えてくださいって今すぐにとか言って、でも怖いからツイキャスのアカウント教えといた。うん、ツイキャスの怖いじゃん。え、脅しだよ。でなんかそこをなんか結構揉めてるらしくって、ツイッターに一瞬一瞬出てくるの、ここの病院にやられたみたいな。でそれ見てて、あやっぱこの人そうだったんだと思った数時間後とかにそのツイートが消えてたりとかして、で大手だから仕事が早くってね、うん、うん、すぐ消えちゃって。だからさ、なんだろう、大手だからとかだからこそいいってわけじゃないからね。大手だからもみ消されてるよ、うん、うん、ほんとそこひどかったね。てか多分そこね、医師っつうかそこの日本人のその担当してる、まあ、女の人がいて、多分その人がやばいだと思う。その人絶対に医師と私を話させようとしないの。だからお金なんかこうベッドでお金お金って加算されたこともあのなんか遅刻の5万円あったじゃん、遅刻の5万円、あ違う遅刻10万円だったんだね。10万円取られて、でずっとそれモヤモヤしてて、だってそんなこと10万円なんて契約書いてないから、ちょっと私やっぱ納得できないんですよってずっと1時間話してて、その女の人と。いやもう本当にマキさん無理ですよなんて言おうとみたいな、あじゃあなんかヒアルロン酸サービスしますからみたいな。でいやそういう問題じゃないんで、ちょっと上の人呼んでくださいって言ったの。上の人呼んでくださいって言ったら、じゃあ5万円でって言われたんだわ。もうこれ以上はもう無理ですって。だしこあの上の人に合わせることもできませんって。うん、横領してたかもね。あるかもしんない。10月になったらデイビの還元率 32% まで落ちる。インボイス始まったからだ。え、なんかさ、ふわっちのインボイスは